で、火を止めて余熱で混ぜていきます。目玉焼きをこう。あ、どうも料理おじさんゆうです。本日はですね、夏もっさがりということですよね。夏に食べたい料理といえばやっぱり旬のバジルを使ったタコライスですね。皆さん、最近はね、エスニックにも手出し始めましたんで、まあ僕ね、エスニック大好きなんですよ。ガパオは相当なお店で食べたんですけども、それが一番ですね。ということですね、美味しいガパオライスを作っていきたいと思います。ちょっとすいません、シラさんはテンションが低いんですけども、最近はね、テンション低い方がいいっていう人もいるので、使い分けてやっていこうかなっていうふうに思います。今回は、旬の生バジルを使った、究極の美味しいガパオガイでございます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いきたいと思います。今日はね、ガパオガイでございます。ガパオガイのガイって何かわかりますか？鶏肉ってことですね。ちなみにこれが豚肉などガパオムーになります。今回はガイです。全く同じので、豚のロース肉を細かく刻んだものでも美味しいです。でも今回は鶏肉ですね。120g。あとバジル。これからね、結構おっさかりでバジルが売ってると思うんですけども、これね、おっきいね、バジルね。こんなに大きくなくてもいいんですけども、まあ大体5枚ぐらい、ね、あると。この大きさだとね、3枚くらいでいけるかもしれないですけど、5枚くらいあるといいですね。ガパオライスのガパオってなんだか知ってます？ホーリーバジルのことなんですね。で、これスイートバジルなんですよ。で、日本で食べられる、本土のガパオっていうのがホーリーバジル使ってなくて、スイートバジル使ってるんで、スイートバジルを使ったガパオって厳密に言うとガパオじゃないんですよ。だから今回は邪道です。ホーリーバジルなんで売ってないからね。日本でも栽培されてるらしいけど。で、あと、玉ねぎ。大体4分の1。で、これね、ちょっとちっちゃい玉ねぎなんでね、40g ぐらいですね。4、50g。で、パプリカ、これ4分の1個。もう切ってあります。これもね、4、50g なんで。で、ニンニク1かけ。これで香り出していきます。鷹の爪なんですけども、これね、水につけといてください。で、15分ぐらいつけると戻りますんで。で、戻ると何がいいかっていうと、唐辛子って歯で噛んだ時硬くないですか？結構。なんで、水につけといて、本来はですね、プリキヌっていう向こうの唐辛子使うんですけど、それ生なんですね。で、生にできるだけ近づけたいので、こうやって水で戻してます。その方がね、食感が良くて味も出やすくなりますんで、水に15分から20分、まああれば30分ぐらいつけといた方がいいかなっていうふうに思います。これ下処理ですね。で、卵1個目玉焼きします。で、ご飯です。で、あと調味料は概要欄に書いてありますので、とりあえずすいません。じゃあ、至高のガパオを作るのに何が一番必要かっていうとですね、皆さん何だと思います？これはね、ガパオっていうのはね、このバジル、爽やかな香りが、非常に重要でございます。そしてですね、やっぱり爽やかな香りっていうのをやっぱ意識して作っていかなきゃいけないと思うんですね。ガパオの一番の、ポイントなんで。そのガパオの一番のポイント、爽やかさっていうところですね、非常にもう僕はもう、やる前に勉強していきたい。そして勉強するためには、何が必要かと思うと、爽やかなドリンクですね。なので、爽やかなドリンクを用意していきます。入れよ、アルチューマシン2号。あ、2号もうほとんど HP なしじゃん。そしてこれ注いでいきます。そしてここに爽やかなレモンサワーができましたね。ということで飲んでいきます。最高です。爽やかなドリンクとともにですね、爽やかなカップライスを作っていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずですね、お野菜から切っていきます。じゃあパプリカ、パプリカはね、こんな感じで縦に切ってから、こう横にダイス状に、ご飯とね、食べやすいように、こういう感じでね、すべてこうダイスカットにしてあげると、非常に良いです。で、玉ねぎ。玉ねぎもね、みじん切りじゃないんですよ、これね。こう、縦に切って、こうやって横に、こうダイス状に切っていく。これがね、ガパオなんですね。お野菜の食感が残るような感じで。で、玉ねぎ、ニンニクでしたね。最近ニンニクと玉ねぎの区別がつかないんですよね。脳ではニンニクだと認識してるんですけども、口だとね、玉ねぎって言ってるんですよね。これなんか大丈夫かな、これ。そういう病気かもしれないですね。じゃあこれをみじん切りにしていきます。はい、こんな感じですね。これは一旦ね、バットかなんかに、パパパパパパパプリカです。はい、で、まあバジルは後でちぎる。じゃあ、あと鶏肉ですね。で、ガパオガイの場合はね、僕はもも肉を切った方が、いいと思ってます。ひき肉じゃないんですよね。鶏肉ね、細かく切るんですよ、これって。だから、こうやって、細長くね、最初に切るじゃないですか。で、まぁ、こんな感じで、細くね、切りましょう。皮を下にやった方が切りやすいですね。はい。綺麗ね。ちょっと研ぐか。これね、こうやると吸盤になってて、つくんですよ。で、濡らした包丁ね。
こっちが、まあ、粗砥石で仕上げ砥石みたいなもんですね。じゃあどんだけ切れるのかっていうと、わかります切れ味。今度ね、わかりやすいやつでやります、まあ、今回はちょっと勘弁してください。家庭で作るね、使うね、包丁はね、あれでいい。全部あれ研いでください。これぐらいですね。はい。1センチ角よりちょっとちっちゃいぐらいです。このね、肉の食感がすごくいいんで、これやっといてください。じゃあ、炒めです。はい、じゃあね、フライパンにサラダ油。まあ、大体大さじ10ぐらい。ね、油大事ですんで、入れてください。で、ちょっと温めます。まあ、終始ね、中火ぐらいでいいですよ。はい。そして、鶏肉に塩コショウ。ね、軽くまぶします。で、揉みます。で、これで、温めたフライパンに、こう、鶏肉を入れていきます。油を引いてね、鶏肉も、鶏の油があるんですけども、あえて油を敷くことでですね、この鶏の油がね、結構外に出てくるんですね。油を引くとね、油が出やすくなるんです。まずね、鶏肉をね、パリッと炒めていきます。家庭で作るね、ガパオで、ひき肉、よく使うじゃないですか。できればもも肉をね、こんな感じで炒めていただきたいです、僕は。これやるとね、全然ね、肉感が違うんでね。すいません。玉ねぎを切り忘れてたんで、ちょっと切ります。唐辛子です。ちょっとね、漬け込み時間が甘かったんで、ちょっと硬いんですけども、皆さんはね、もうちょい漬け込んでください。これ多分、10分ぐらいしか漬け込めなかったね。はい。15分から20分ぐらい漬け込むと、非常に柔らかくなるんで、それやっといてください。これでも、浸さないより全然いいです。はい、じゃあ肉に戻りました。はい。皆さんはね、前もってカットしておいてくださいね。そしたら、ここでニンニクです。で最初にね、ニンニクやっちゃうとね、焦げやすいんで、後から入れてます。イタリアンとかだとね、最初に入れるんですけどね。後から入れて、こっから香りを出していきます。そして、バジル以外の、お野菜、玉ねぎとニンニクです。パプリカです。シロップがなんとかしてくれます。炒めます。はい。パプリカってまあ、売ってないスーパーないと思うんですけども、まあなかなかないもんなので、ピーマンとかでも全然美味しいです。はい。ただパプリカの方が色合いが美味しそうに感じるので、僕はパプリカ派です。で、ここで水で戻した赤唐辛子。辛いの好きな方は種ごと入れてください。僕は辛いの好きなんで種ごと入れます。辛いのが苦手な方は種取ってください。こうやるとね、非常に赤唐辛子の香りも出ますし、赤唐辛子のこの舌に当たる感じがね、すごくなくなるんですよね。で、炒めていくと同時に味付けもしていきます。ナンプラーはね、結構ね、塩分が強いので、小さじ1半でいいです。オイスターソース、小さじ1杯。そして、ソーミシャンタン。鶏ガラスープとかでもいいんですけどね、鶏ガラスープちょっと甘いんですよね。なんで、ソーミシャンタンが、おすすめです。小さじ3分の1入れます。これで味付けしていきます。焦げそうだなと思ったら火力落としていいですからね。黒胡椒です。はい、黒胡椒。思ってるね、2倍ぐらいでいいです。今回はね、玉ねぎも入ってる。玉ねぎじゃねえんだい！玉ねぎじゃないでしょう！唐辛子です！玉ねぎの呪いがかかってる今日。赤唐辛子の辛みが効いてるんで、そんなに黒胡椒効かせなくても大丈夫ですよ。はい。火を通していきます。焦げないようにね、してくださいね、これね。特にね、ちっちゃいニンニクが焦げやすいんで、焦げるかなぐらいなところで、火力落としてもらって結構なんでね。味を見ましょう。このシンプルな味付け、ね、本場のね、ガパオっていうのは、ソーミシャンタン今回使ってるんですけども、これはね、鶏ガラを、まあ、ペースト状にしたものなんですけども、現地だとね、カピっていうね、エビを発酵させたものを使います。はい。なんですけども、日本ではなかなか手に入らないんで、今回は、ソーミシャンタンのこの、ペーストで代用してます。塩気の感じは結構似てるんです。カピっていうのはね、すっごいね、漁港の匂いがするんで、本格的な香りのものが食べたい方、カピっていうので。で、こっからは火止めちゃっていいです。止めちゃってください。止めてからこのバジル、これちょっと大きいじゃないですか。もうね、半分ぐらい、もうちょっとね、もう3つぐらいにしていい。はい、こんな感じで3、4枚ぐらいで、火を止めて余熱で混ぜていきます。バジルってね、すごくね、火が通りやすいので、さっと絡ませるぐらいで大丈夫です。はい。そうするとね、バジルのフレッシュな香りが残りますんで、あんまり火入れなくていいです。で、バジルって季節もんなんで、これアレンジなんですけどね、バジルもし、どうしてもなかったら、今日とかね、何軒も回ったんですよね。なかったら、全然別物になるんですけども、大葉。大葉使ってください。バジルってね、シソ科なんですよ。はい。同じシソ科の、大葉使います。そうするとね、かなり和風になるんですけども、その爽やかさもすっごい合うんで、はい。なければ、シソ、大葉でいいです。まあ、別物になりますけどね。そしたら、こいつは完成なので、ちょっと置いとく。焼き卵、作ります。はい。今、ご飯温めてます。ガパオもできてます。目玉焼き作ります。はい。で、これもね、ちょっと本場風に作ります。油ね、結構入れてください、これは。小さじ2から大さじ1ぐらい。端にこう溜めて、で、ここに、卵、落としていきます。で、火はね、中火ぐらい。で、落としたら、こうね、卵をね、こうやってね、寄せていくんですよ。そうするとね、結構綺麗な卵になります。
で、現地だとあのフライドエッグっていうような手法を取るんですね。フライドエッグっていうのはあの、まあ、目玉焼きのことなんですけども、白身のところがパリッと焦げてるやつ、あれをね乗っけると、ね、めちゃめちゃうまいんですよ。そうそう、こうやってねちょっと油だめ作って揚げるようにやるとですね、非常に美味しいです。これはパリッと感がねガパオに合うんですよ。このパリッと感を嫌いな方は水入れてちょっと蒸すようにね、プルンプルンの卵作っていただいてもいいし、温泉卵でももちろんいいんですけども、僕はねあのこのフライドエッグ方式がガパオの場合は好きなんで、これでいきたいと思います。はい、下がこうパリパリになってるの分かりますか。はい、この感じなんですね。はい、じゃあですねご飯、今回 200g ね、こんな感じで広げます。皆さんはねご自身で炊いたご飯とかで全然いいのね。そしてさっきの、まあ、ガパオ的なやつですねを入れていきます。バジルのこう色味もちょっと残ってていいですね。これね火をつけたままだとねダメなんですよね。香りも減っちゃうし、いいですね。こんな感じです。色合いが綺麗ですね。ガパプレラで使うとね、ちょろれつが回ってないです。目玉焼きをポコンと乗せてあげます。このパリパリのこれこれこれ、見て見て見て、これがうまいの。そしてバジルの草を咲かせます。お、いいじゃないですか。はい、ということでこちらシコーンガパ、ありがとうございます。食べます。僕のガパの食べ方賛否あると思うんですけど、崩すんですよ僕、全部混ぜちゃう。まあまあ食べ方はね人それぞれなんで、カレーライスみたいに食うやり方もあるんですけども、僕はね混ぜていく、これです。じゃあいただきたいと思います。いただきます。だよガパオってこれ、卵が全体に絡まるとすごく含まれるんですよ。結構濃いめの味付けの鶏肉ですね。これがねめちゃめちゃ米が進むんですよ。夏に食べたいご飯1位です。これはねちょっと一人で食べるのもあれなんで、バッチャンス。あ、どうぞ、リュウジの部屋ようこそ。あ、すみません、ありがとうございます。はい、いただきます。あれーい、あー、うまっ。混ぜこぜ、ガパオ僕多分絶対これ食べ方しない。あバリうまくね。この食べ方が一番うまいと思う、はい、本当にバジルもめっちゃ効いてて、うん、バジル効いてる、すごいいいバジル今日。それぞれ入れた調味料の香りとかも全部引き立ってるのに、うん、みんなこう共存してる感じが、いや、うまっ。いろんなタイ料理屋さんで食べに行って、はい、めちゃめちゃ研究したんだけど、結果これに行き着いた。もう何回も作った俺。ガパオだったらスーパーに売ってる食材で結構できるから、エリ系の中華スープとこのオイスターソースとナンプラーのこの配合、シンプルな配合が一番うまい。夏感じますね、うん、このなんかこう香辛料の爽やかさが、唐辛子もね結構入ってるんでね、うん、辛みがスッとくる。うん、つけといたからか硬い感じは一切ない。そう、なんかさパスタとかだったらまだいいんだけど、ご飯とかだと結構ね歯に当たるんだよね、うん、あれがあんまり俺好きじゃないんで、はいはい、これが全体の調和をね、持たすんですよ。食べた後口の中香り広がって、めっちゃこれもう、うん、このなんか後味で飲みます。ガパオはねかなりどうしたんですか。久々の飲酒でちょっとテンション上がっちゃった。特に飲めって言ってないからね。セルフセルフ特に飲めって言ってないからね。いやだから想像を超えてきました。これはね自信作です。あのかなり温存してた。でも夏にやりたかったから、バジルがあの7月から10月がねバジルって旬なんで、これはねバジル見かけたらやってほしいですね。おさまし最高でした。2本目もチョモクに飲んでいただきます1日にね出る動画を1人に絞ることによって、僕と同じ飲酒ペースにするっていう、余裕を共有するっていう遊びをやってまして、ということで、次は何、次は何だっけ、キュウリ、翡翠キュウリ、翡翠キュウリ、じゃあ翡翠キュウリで会いましょう。本格的な香りのものが食べたい方はカピっていうのでやってみて。カルディ売ってんだ。カルディ売ってんだ、うん、へー。あれでチャーハン作っとうまいんだよね。ただしキッチンは漁港、あの調子みたいな匂いになる。調子のメンさんすいません